アップルの創始者の一人、スティーブ・ジョブズ氏が10月5日亡くなりました。天才の死を惜しむ声は世界中に広がっていますが、中国も例外ではありません。死を悼む声の高まりとともに、中国ではなぜジョブズ氏のような人物が現れないのかとの話題も関心を集めています。アップルはこれまで Mac、iPod、iPhone、iPad など独創性あふれる商品を生み出し、熱狂的なファンを引きつけてきました。その立役者がジョブズ氏です。10月5日のジョブズ氏の訃報に世界は悲しみに暮れました。その日の夜、アップルは公式サイトのトップページを変更。ジョブズ氏の白黒写真の遺影が登場しました。遺影のジョブズ氏は力強い目線で前を見つめています。アップルの一口かけたリンゴの商標。今回本当に大切な部分が欠けてしまいました。一方の遠く離れた中国でもジョブズ氏の訃報に揺れました。中国の有名サイトのブログにはジョブズ氏を悼む声で溢れ返っています。56個の赤いリンゴを並べて、ジョブズ氏の輝かしい56年の人生を悼む人もいます。Google 中国部門の元代表、李海福氏は6日の朝、ジョブズ氏の商品は世界を変え、ジョブズ氏の思想はこの世代の人に影響をもたらしたと、ジョブズ氏の冥福を祈る書き込みをブログに投稿しました。10月6日、9万人が参加した投票がブログで行われ、数万人がジョブズ氏の逝去を悲しんでいると答えました。应该说，虽然说乔布斯先生主要是创一些高质感的一些 IT 产品，但是他的这些 IT 产品对群众来说是改变了很多 IT 业的一个生存形态，尤其是像平板电脑、iPhone 手机，都对行业内的其他同行提供了相当好的借鉴。ジョブズ氏の死を悼むと同時に、中国版ジョブズはどこにいるのかという話題が中国で今熱を帯びています。これについて、天才を育むには生まれつきの才能のほか、天才が育つ土壌が大切だとの意見があります。中国现行教育制度是个扼杀人想象力的教育制度。任何创造性的发明和是或者是有意思的一些东西都是不得到官方允许。和一些就是人支持的，应该这样讲，中国要出现乔布斯，应该是先从教育制度改革开始改。一个没不允许别人自己想象的教育制度，是无法培养出任何天才的。他们只会培养出一些工匠，而不会培养出一些大家。フリーライターのオンさんも、中国のような自由が抑圧された環境では、ジョブズ氏のような天才は育たないと同調します。众所周知的一个事实嘛，就是说，你在一个只有在一个自由的环境里面，人们才有想象力，才有创造力，这个人们的创造力才能得到回报，才有机会试错，各种各样的新奇的想法才会被容忍、被鼓励。但在中国的话呢，是一个高度管制化的社会。很多重要的行业、重要的产业都掌握在政府手里，那民间面对很多的这个管制，很多的这个天花板，创业上的天花板，哪怕有这个天才在这个天才通向成功的道路也非常狭窄。波乱万丈のジョブズ氏の一生。大学を退学し、自宅の車庫で会社を起こしました。また、感情的でワンマン、こだわりの強い性格も有名です。中国では理想的な同志、社長だとは言われないことでしょう。北京の学者、ホさんも、ジョブズ氏が中国にいたら天才にはなり得なかっただろうと指摘。中国の独裁制度は人のやりたいことを自由にやらせないからだと言います。因为这个制度上，我想这是一些专制统治者的一种心理疾病吧。专制统治者实际上他们是精神病人，他们生怕丧失对一切事情的控制，他们希望这个世界都按照他们的意图来运转，因此他们要关注每一个人在做什么，他们希望每一个人都不擅自行动，都要得到他们的批准，都要得到他们的理解。但是一般而言，他们的智力都不高。即便我们事实上我们是做不到每一件事情都报告给当局的，即便报告给了以后，他们也理解不了。しかし、ジョブズ氏は幸運にも自由な国アメリカで育ち、豊かな想像力でこの世界を変えました。
リーダーと便乗者を分けるのは独創性とアイデアにある。ジョブズ氏の生前の言葉です。 iPod は音楽産業を変え、 iPhone は通信産業を変え、 iPad はパソコン産業を変えました。ジョブズ氏は永遠に去っても、ジョブズ氏の残した独創性の精神はいつまでも消えることはありません。新東人テレビがお伝えしました。京城石开，捐助新唐人，了却您久远的中国夙愿。